はい、ご自愛してください、皆さん。ご自愛だよ。やっぱりスポーツ企画終わったら探さなきゃいけないんですけど、もうご自愛していきたい。うん、しましょう。どうしますかね。メンテ、メンテ。10点とかにしよう。まあ、ちょうどいいんじゃない。あ、そっか、うん。いや、でもちょうどいいのかな。俺らマジで入らんぞ。5本って考えたら少ないんじゃない。いいんじゃない。まあ、じゃあそれでいきますか。多分わかんないけど、イクト君がズバ抜けてうまい元バスケ部だし、そうだね。で、夢丸君が多分今ズバ抜けて疲れてるんで、そうだね。ズバ、あとズバ抜けてこっちの足が痛い。走れないと思った方がいいから。ズバズバズバ。だからイクト君と夢丸君同じチームにして、残り4人で、あれします。1人抜け。はい。ずっとバーで合わせ、合わせ、合わせ。ややこしい。合わせ。はい、はい。ってことは、ゆまるがこっちで俺とし、むし、どうなんでしょう、これ。ニトがどれぐらい本気出すかによるんだよ。いや、パスだけ。マジで俺、バスケのないから。俺がマジで機能しないと。ゆまるはゴール下に配置して、俺とニトで動き回ろうか。え、もうおばかしゅうと行こう。もう打ちまくり、打ちまくりさせ。打ちまくりシュートで。じゃあ、やっぱり背長いから、こっちが俺。マジ、引く方入らんよ、俺。本当に入らない。芝居が確か意外と入るんだよね。ね、あいつ得点取るよ。これはハーフですか。あ、まあ取ったら、戻ってここに戻ってって感じしました。そうじゃないと、応じ合いできないから。そうですね、動き回っちゃうから。ムシさんがバスケを見てるんです、最近。僕はね、バスケ見てるから。確かにね、バスケ見てる。それもまあ、大事ではある。見てるから何なのかな。どこで何してたらいいの。だけど、基本的にはやっぱ哲也は、この、なんていうインサイドっていうか、この近いところにいて、2番飛んで、まあ自分で打つなり、達也を外に出すなり、うん、なるほど。っていうか、その、もう一回、アウトサイド出すなりみたいな。はい。じゃあ、ゴールしてらへんね。先攻後攻じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ私たちからね。さあ、いきまーす。それは聞いてないよ。それだと叶う。やばい、足が5試合だ。もう棒だよ。棒なんてきた。下お願いします。今で下でリバウンド取って外に引きたい。攻めは分からない。攻めは分からない。ナス。うわ、ねえ、うまいやん。もういい、セルやん。なに、あいつ。なに、あいつ。うぇー、ゾーン、ゾーン、ゾーン。ボールをかけすぎないんだ。ボールをかけすぎない。やば。はい、おい。リバウンドマンだ。
ダメだな。ハッ！
待って待って
人にマンツーマン作ればいいんだよ。ダメだ。全然違う。別物だ。不意は。